で一応今ボイチャにウルハさんがいて今配信してるんですけど、一旦配信切って合流した方がいいですかねって聞いたら、あ、私はそのままでも大丈夫ですよ、でもパン食ってます、ベースブレッドチョコレート味焼かなくてもうまいですって返ってきた。そこまで聞いてないんだよね。ともさんも配信そのままで大丈夫です、パンとシチューを食べましたって言ってる。実写のともさんの料理ガチでレベチで、ガチで料理うまいんや。もっと板前得意料理とか聞いてみて。や、逆にウルハさんに聞いてみる。ウルハさんって得意料理とかって何なんですかって、なんて返ってくるんだろう。カップラーメンとかって返ってきそう。得意料理お湯今日中に決めなきゃいけないことがあって、はい、ちょっと始まる前にちょっとチーム名を決めなきゃいけないみたいで。なるほど。これをちょっと話し合おうかなと思ったんですけど、すでにもうウルハさんから一つ案が出てるんですよ。いや、これ最終防衛ラインですよ。なんかチーム名とかってみんななんか、なんかいいのないですねとか言ってマジで決まんないタイプ多いじゃないですか多い、うん、そうなった時にやっぱ最終防衛ラインを設定しとかないとみんな困るかなと思って。はい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 、それ一番でも大事ですね。そう、最終はここでみたいな。うん、それは大事ですけど、これよく出たっすね。これ調べたんですか、ちゃんと。なんかそれと知識でもともとあったんですか。あ、なんか、まあ、偶然たまたまこれだけ知ってたレベル赤白オランダ代表。え、何、サッカーが好きなんですか。いや、何も好きじゃないですよ。なんか昔国旗しりとりしてて、はいはいはい、それでなんとなくオランダ、そういえば赤白黄色だ、ん、赤白黄色じゃねえ、それチューリップや、赤白青だったかなみたいなこれ赤白青、まあフランスもそうですね、順番変えると。アホか、うん、うわ、フランス代表にもなってまうんか、これガチでエグいな。これトリコロール、トリコロールってどういうこと。あ、フランス国旗のことをトリコロール、なんか 3色の。そうなの。トモさん頭よ。え、いや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 、全然全然全然、頭よ、3色の国旗だから博識だし、しかもあれですよね、料理めちゃくちゃうまいみたいな。いや、博識ではないけど、料理は多少しますけども、そんな全然レシピサイト見てるだけ。いや、なんかもうめちゃくちゃ言ってたっすよ。もうリスナーさんから教えてもらったっすもん。なんか実写の料理レベチでうまいみたいないや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 、頑張ってはいますけど、はい、ありがとうございます。ちょっと待って、トモさんの動画見たら木切ってんだけど何、キャンプね、ディスカバリーチャンネルみたいになってる確かに何回も、もうこれかと思って開いたらめっちゃ巻き割ってる、うん、巻き割って。ウルハさんは料理とかするんすか。しねっすね。しねっすよね。あ、でもたまにしますよ。え、一応カップラーメンとかじゃないっすよ。高校料理学校出てて。え、おー、たまに飯作りますね。すごい。まあ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 。何を作るんですか。え？やば。いや、まあでも簡単なものしか作らないです。それこそ本当になんかオムライスとか料理の初級編みたいなレベルの。いや、食べたい。え？へえ。それは、ね、え、初？ん？今初めて話したですか。それとも前？え？初耳。前から話してますよ。あ、マジですか。へえ。まあ、でもできないって思われてるし、まあ、やらないから実際できないと言っても過言では別にないかなっていう。いや、オムライスちゃんと難しいと思うけど。そうっすか。すごいな、うん、なんか。すごいすごい。俺の中のウルハさんのイメージ変わったっす今。わあ。やらないだけだったんですよ。なんか得意料理お湯とかだと思ってました俺。まあ、ちなみに製菓専門です。お菓子の方。カメトさん働いたことあります？俺バレバレの社会人だったっすよあ、まあ、あれあらあら、ありゃあれあれあれ、
うちだけか、働いたことないの。でも今配信業だもんね。僕は今、まあ、そうですね、メインは配信、これを仕事とするなら配信ですね。そうですね、そうですね、これも立派な仕事ですから、ファンの人を喜ばせるっていうのは。まあバイトは、バイトもないん。いや、あるかないかで言ったらあるんですけど、うん、ほぼないというか。そうなんだ。マジで気が使えないのと、クソのんびりなんでもうマジで仕事ができなくて、バイトのチーフの人にもう無視されるようになってまあその得て増えてがありますから。そうですね、もう社会で生きていけないんだなと思って諦めます、うん、それで、うん、そこをやめました。でも一回ちょっと聞いてみたいですね、その浦さんが、ウルハさんのその日常というか、その働いてる世界線のちょっとね、愚痴というか、ね、バイトしてみたとかやってみたいけど、それで飛んだりしたらめっちゃ叩かれそうだから。飛ぶ可能性あるんだ。飛ぶ可能性があるし、速攻やめたってなったらなんかワンちゃん叩かれるかなと思って怖くて踏み出せない、まあ、怒られるかも、うん、怒られちゃうかも。働くとしたらどんなあれなんですか、やっぱその接客業とかやりたくないんですか。なんかあれやりたいんですよね、なんか飛行機の通る下で飛行機の音量測る仕事。そんなのだいぶレアっすね。そんなデシベル騒音対策みたいな。そう、なんかデシベル数測るバイトがあるらしくて。初めて聞いた、何それ。なんかそれは結構なんかそのやったことある人の話によると、マジでなんか腹っぱで寝そべってても怒られないみたいな。それ楽だから仕事したっていう実績が欲しいだけであって。でも一個応募したことあるやつあって、へえ、科学教室みたいなやつの先生一回応募したことあるんですよね。へえ、できるの先生なんて。いや結構科学好きだったから、なんか内容を見て、そう、ペットボトルロケット飛ばすとかのなんかちっちゃい子たちとやるみたいな、へやつを、おもろそうやんと思って応募したけど落ちた。あ、落ちるんだ。それは配信始める1ヶ月前ぐらいに1回応募して落ちましたね。へえ。選考基準何なんだろうな。確かに。あれいいんじゃないですか、事務所の事務方のお手伝いとか一回やってみたら。ああ、やっぱやりがいがちょっと。やりがいがちょっと。ちょっとそこに、そっか、個人的にはやりがいが見出せてないんだ。誰かを笑顔にしないとやっぱり。なるほどね。もう配信者向いてるよ。そうなんだ。うん、配信が転職なのかもね。